こんにちは。こんにちは。ミスタートレースです。ミスタージブリックです。はい。二人合わせて。機嫌になる。そうですね。絵面がなかなか汚いですね。お互いね、お互い一重の。一重の。まぶと思い切りました。はい。まあそんな本日7月31日、イベントお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あっちに工場長がいます。はい。働くおじさんいますよ。働くおじさん。天の声役ですね、だからね。そうですね。さすがに3人だとちょっと画面が汚すぎるからね。画力が強すぎるから、ね。あいつもヒゲ目が。視聴者が耐えれんかもしれない。そうですね。行きましょうか、ね。はい。というわけで本日完成したこちらから早速紹介していただこうと思うんですけども、はい、お願いしていいですか。何ですかこれは。これはなんとヤマタノオロチならぬ、はい、13マタノオロチ。なんか不安な響きですね。はい、大人な雰囲気が漂ってます。両側に尻尾が2本あります。はい。センターの顔をこう大きめですね。ガンと主役がいて、その周りに12匹の蛇がいます。で、はい、レギュラーとはちょっと配置を変えて収まりよく入れてます。そして抜群のフィット感。僕手首周り18センチなんですけど、ちょうどいいですね。はい、はい。で多少詰めたり伸ばしたりはできるので、リクエストがあれば。土井さんにお伝えください。はい、僕に言ってください。はい、ここに見えるかな、ミスタートレーズさんのロゴが入ってます。なんと でこっちはストフリーのロゴが入ってます。共演ですね、ね、夢の共演ですね。これはもうトレーズさん限定。ありがとうございます。これは本当に、うん、まあ重さがだいたい約170ぐらい、ね、そうですね、重いっす。こんだけ裏抜いてるんですけど重いっす。もうパッと思った時に満足感すごいですもんね。そうですね。うん、でも多分そんなにつけてて不快な重さじゃないと思う。はい、かなりバランスいい配置になってるんで、結構ここを鱗にしたことによってなんかメリハリが出ますよね、ここと。そうですね、明暗というか、うん、この手首部分ですか、ここが鏡面なのもまたそういいかなと思うんですけど、いろんな要素がギュッ。ここはちょっとテクスチャーが入ってて、あの光ってはいるんですけど、ゴツゴツ表情してます。こちらのバングルなんですけども、一応13個限定ということで、なんと価格がですね結構抑えてくださいまして、はい、18万円。はい、はい、だいぶお得なお値段にできてると思います。本当にありがとうございます。リーブルは今日時点でもうあと残り9点ですかね、なってますので、はい、もしよかったらこちらから早いもん勝ち勝ちです。はい、タカライズさんのホームページで買えますので、買えますので、はい、お願いします。おい、じゃあちょっと後半もあるんで、第1回はこれで終わりということで、じゃあそれではアリベデルチ、アリベデルチ。次回に続く。